欧州宇宙運用センターは欧州宇宙機関の衛星と宇宙探査機の運用を行っている機関。ドイツのダルムシュタットに所在。餌の宇宙計画の多くのミッションコントロールがここで行われている。設立は1967年で60以上の欧州の宇宙計画を取り行っている。また、エスクは地上局とアンテナのエストラックネットワークの 遠隔運用を行っている、地上施設コントロールセンターも収容している。現在、エスックは XMM、ニュートン、クラスターに、インビジット、インテグラル、マーズエクスプレス、ロゼッタ、ビーナスエクスプレス、ゴーセ、ハーシェル宇宙望遠鏡、プランク、クライサットを運用し、その他近年では、スマート1、カッシー2、アーズマイナス -2 などが運用されていた。また、 LISA パスファインダー、ADM、アイオロス、スワーム、センチネル、ガイア計画などが準備中である。ミトップ a などは、レオップの運用のみを行い、その後は、欧州気象衛星開発機構に引き渡している。また、監視、制御など、様々に適用できるソフトウェア基盤など、現在や将来の計画の支援に必要とされる技術基盤の開発を行っている。 宇宙科学データの処理には、宇宙機からの信号の受信が可能な追跡、通信用地上局のネットワークの設置と、追跡ネットワークからの情報を編集、処理する、中央施設の2種の技術が必要とされる。欧州の地上基地ネットワークは、ベルギーノルデュ、アラスカのフェアバンクス、ノルウェーのスワルバル諸島、イギリス領のホークランド諸島の4カ所の地上局から構成されている。 欧州宇宙運用センターはこれらを統括する中央施設になっている。センターの施設は当初はエスタックとされており、本質的に大規模メインフレームコンピューターやコンピューター群を指していた。リカバリデータを分析と研究に使うことを望む組織内のスタッフや来訪した科学者の両方が利用できるように作られていた。エスタックは後にエスクと改名された。 1966年のバニーアレポートの後に宇宙急に用全体の実行権限を持つようになった。S ックの管理者も S レンジや S トラックに責任を持つようになった。ありがとうございます。